アトレウスと家に戻る。行こうか。馬になったことについては話さんつもりか。うん、話そうよ。後にしろ。まずは呉服の木を直し家に戻るぞ。待った、呉服の木を壊したの？お前がな。僕のせいってこと？お前のせいとは言っていない。でもそう聞こえるけど。なんかあれだな、画面が四隅が黒いな。なんでだ。同行キャラクターの矢、四角で同行キャラクターに攻撃を命じる。矢は敵にスタンダーメージを与え、リチャージに一定時間かかる。矢の残弾数は画面右下に表示される。父上を合図して行け。今だ兄さん。あ、矢はゲージで回復するから撃ちまくれるんだ。左にまたリーダーがおるぞ。その連携ですね、このゲームは。どこだレイダー。こっちか。アトレウスがスタンゲージを貯めてくれる。楽勝ですね。それで生き物の声を聞く力と変化の力以外に何か新たな魔力は手に入れとらんのか。何にも。フェンリルはどうした。どうしたって。死んだ時呪文を唱えたの。唱えてないよ。だが光が放たれた。待って、それ何のこと。うん、それもまたフィンブルの冬のお宝。いたずらじゃろう。取りこぼしがないように行きたいね。お、またお宝や。ああ、やっとどこにいるか分かった。この血は何？お前の血だ。僕の血？それかお前さんが引きずり回した獲物のものじゃろうな。それで慰めたつもり？どんな能力持ってんだアトレウス。ああ子グマだ。アトレウスが殺しちゃったから。わざとじゃないよ。意図ではなく結果を重んじろ。何かできることはない。自然に任せろ。血の匂いが染み込んでるやろな。嵐になりそうじゃ。もっと寒くなるの。もうじき家に着く。敵だ。行けアトレス。遠距離撃ってくれよ。危ねえ。ナイス。やばい、背後。オッケー。
ニッシャー中があれなんだね、無敵なんだね。今攻撃食らったけど大丈夫だった。ブロンズクラス達成、投げ斧。今夜はずっとこの調子じゃよ。きっと呉服が壊れてる間に入ったんだ。デュールの神殿が今も使えてたらニズガルズから出られるのにな。どこへ行こうがフィンブルの冬からは逃れられん。ここよりもマシな世界はあるでしょ。狼めっちゃリアルなんだよね。スバンナって言うんだ。お前は強い子だ。よし、いい子だね。偉いぞ。すっかり懐いてるな。あの子なら当然か。かわいいな。スペキ、大丈夫？アトレウス。この子たちの。寝るぞ。わかった。寝るぞ。こんなお父さんいたら絶対反抗するわ。帰ってきたな、家に。まったく慌ただしい夜じゃったわい。しかしこうしているとなんだか懐かしいの。3人で未踏の森を探索した頃のことを思い出すわ。ミーミルが一緒に来るのが久しぶりってだけでしょ。ああ、なんだかくたびれてしまったの。どこの森も似たり寄ったりじゃしな。寝なくて平気なくせに疲れたの。疲れにもいろんな種類があるんじゃよ。年を取ればわかる。ベッドで寝ますか。さてゆっくり休むとするか。朝にはすべて丸く収まっとるじゃろ。また夢でも見そうだな。なんだ弓を。常に敵が来るな。よし、ゆっくり寝ることもできねえのかクレイトスは。雷神マジでマイティーソーじゃねこれ。うん、あのハンマー入っていいか。通るか。酒の手土産もあるぞ。貴様と飲んで話すことなどない。ああか。話すことならば5万とあるはずじゃがの。アベンジャーズや。酒飲むのに家ぶっ壊される。でけえ男だな。クマみてえだな。渡りガラス。いいねグラジャ。すげえハンマー。丈夫だねこのテーブル。それ思っちゃうわ。本当に酒飲むんかゆっくり。臨戦態勢バチバチですね。すぐ前に言ってくれりゃな。
なぜここに。ご挨拶って奴も死にな。ウヌは穏やかで分別をわきまえてそうに見えるが、もしやわしの買いかぶりではあるまいの。それは時と場合にもよるだろう。今がその時ではないか。のう。また客。長い夜だな。誰これ。これ誰だ。わしはわかるな。オーディン。区界に冬が訪れる前、少々誤解が生じたようだ。遺憾にもな。だがこうして互いの理解を深められたろう。さて、こやつの息子への仕打ちは正当防衛だ。戦って死んだのなら本も、正直あやつら無能だったしな。許してくれるんだ。だがバルドルはあやつらとは違う。無類の狩人にして切り札だった。確かに気が触れてはおったが、使い道はあったのに死んでしまうとは、貴様のせいで。借りを返せ。今日が覚めたわ。勝手に酒飲んどる。何が望みだ。和平はどうだ。和平であれば、元戦の神の堅くなな心を動かせるか。もう殺し合いはやめ、この家でゆっくりとくつろいで、わしに歯向かったりしなければこちらも手出しなどせん。そやつのテュール探しも無論のことやめてもらうことになるがな。テュール探しね。そうだ、全てバレとるぞ。諦めるんだな。テュールはもはや過去の男。あの男はもう死んだのだ。やめれば手打ちとしよう。それでも足りぬというなら、貴様が盗み出したあの囚人も見逃そう。ミーミル、いるのは分かっているぞ。ほら出てこい、この口達者なジジイめ。貴様の言葉など信じるか。約束を守ったことなどないじゃろう。ああ、いたか、悪友よ。久しいな。ずいぶん知人だな。雪は白いという言葉ですらも嘘になる男じゃぞ。賢者とは思えん言葉だ。世界一賢い生首には己のことしか見えんのか。皆の望みが一致しているのだぞ。ならばこれならどうだ。我が前妻とお前の仲立ちもしよう。貴様もフレイヤを追い払えば、己の大事な息子を守れる。それが望みだろう。違うか。ああ、嫁だもんな、オーディンの。さあどうする。ほんと前作知ってないとなんかわからんね、これ。断る。手間を取るなよ。やるのか。
待ってました。うわ早速かよ、どこまで飛ばされんの。この時を待っておった。よそ者の美濃は死の償いの掟を知らんじゃろうがの、ウヌが奪った家族の償いとしてウヌの一部を奪わせてもらうぞ。すげえ空飛んでんじゃん。いいとったかバルドル。さて、うわ通るか。やべやべべ。戦いを望んだのは奴の方だ。武器がねえ。それがどうした。武器がねえっす。斧なしじゃ不安か。うん、斧がない。素手でやるしかねえ。しゃぶね。出し惜しみとはバカにしてくれるの。パンチパンチパンチ。いいよいいよ。いいね、来た。私を知っているのか。パルタの亡霊ってやつか。ならその力も知っているはずだ。見せてみろ。来た来た。いや、これ言ったでしょ。やっと本気になったか。こっから本気やな。いける。大王剣。はいはいはい。いいよいいよ、ゴリゴリ削る。やばいやばい。その神はどこへ。衝撃波な。戦の神とは現せる。マジタイミング大事だな、こら。よっしゃ。よっしゃ、カウンター。おのれに救う野獣を解放する。マグニの君だ。騒がしくしてすまんのを手やる。老いぼれには応える。マジかよ。第2ラウンドっすか。どんだけあんの。はい、避ける。はいはい、ジャスト回避。なんか岩かなんか壊せんのこれ。本気で今回ギミック、ギミックを動かせる。ああ、そういうこと。これ多分素手の方が強いかもね。あ、やっぱあれだ、スタミナゲージが溜まっていくわ。素手の方がいいわこいつ。それも分かった。多分このギミックを使えばもっと楽になるんじゃないか。はい、来いよ。行け。あー、確かにスタミナの溜まり値でかいね。やべ。まあでも連続で殴っても一緒か結局。よっしゃ。まずい。危ねえ。はい。まさか運だけでわしの世界に勝ったとでも言うのか。このハンマーやべえんだよな。この地に訪れ父親になってやり直そうなど考えが甘いわ。ウヌはわしと同様。くそ、連打が大変。え、マジで連打で負けたよ。ああ、待て、まだ死ぬには早いわ。おー、生き返ったわ。いや、ビビった。心臓マッサージ。なんでこの展開、ふざけんなよ。ふざけんなよ貴様。うわ、くっそ厄介だな。ボス戦が大変だね。はいはいはい。くっそ、
ギリギリで回避。よっしゃ、殴れ殴れ殴れ。チキショ、昇進の腹いせにパンテオンを滅ぼした神とは思えん。危ねえ、回避連打でやったらダメだな。はいはい、いける。よっしゃ、フィニッシャー、いやフィニッシャーできないのか。あ、止まった。おっしゃ、来たぜ。死してなお、その扱いか。なんだと。お前を恐れた王子は我らを追い、結果命を落とした。ウヌが理想の父親だって。前にも激しいね。何何ラウンド戦うんや。3ラウンド目。父親についての説教など興味ない。おら、立派の神に合わせんか。おっと、危ねえ。あ、いいね、体力削れるね、こっち。やべ、くそ、氷を宿して、まずいぞ。氷を宿して殴りに行こう。やべ、危ない。あー、これ範囲攻撃な、まずいな。ふい、よし、避ける。しつけえぜこいつ。やるの。あー、惜しかったね。この回復、あー、もう先取っとこうか。全回復しないからな。はめといて、やべ、一番効率のいい戦い方なんなんだろうな。悩むなこれ。遠距離でいく。ほい、いいよ、必殺技たまれ。どうやらいくらか鈍ってはおるようじゃが、せがれどもが敗れたのも納得じゃのう。だがわしはあやつらとは違うぞ。ウルのせがれも主神が用意された策にだろう。いいクロスカウンターだね。全然効いてないよ。そう来なくてはな。それでこそ戦の神よ。これで貸し借りなしだな。また会おうぞ。ああ、やっと帰ってってくれたわ。合計3ラウンド。クレイトス、シンドリとブロックです。派手に暴れましたね。よければ急げ、オーディンが現れた。誰だっけこの2人。すぐに門を用意します。鍛冶屋だっけな。すぐそこだぞ。ちょ待って、回復取ってくわ。すげえな、雷の木。
新しいお友達ができたのか。ミオルニールは強烈だった。あいつも俺らが作ったんだぜ。それは前にも聞いた。ああ驚いた。まさかちゃんと聞いてたとはな。ま、少なくとも斧が現役でいてくれりゃ俺はそれで満足ってな。あれなんか見覚えあるな、ここ。あーはいはい、前作の火事場だ。家に帰れますよ。懐かしい、なんか雪で埋もってるね。ゲートくぐってくの。あ、そうだ、言い忘れてたって。アース神族が現れたってんなら、古墳の木が破られてるってこった。悪いことは言わねえ。オーディンを追い払ったら寝床かいな。おしゃべりじじいは寝ねえだろうけどよ。あの家を出るつもりはない。そうかよ、クソったれの主人にこそこそ嗅ぎ回られて、おねんねしてる間にカラスに家をバラバラにされねえって保証はゼロ。違うか。シビオン迎えに行きな。いざって時に身を潜められる場所を誰かさんに用意させとくからよ。いいよね、このどこでもドア。簡単にワープできるやん。あんだけ吹っ飛ばされたのに。ただいま。大丈夫か、息子。無事じゃったか。おお、よかった。生きてたな。怪我は。父上は。やつはなんと。これで屋根を直せって。それとアースガルズに招かれた。なんじゃと。外でそんな話をしておったのか。あ、断ったよ。当然ね。そうか。なぜテュールを探していた。探してるって言ったって、どうせやめろって言うでしょ。だから真実を隠したのか。話そうと思ってたよ。嘘じゃない。でも実はそのことで見せたいものが。ダメだ。信じて。絶対に信じろ。信頼を裏切っておいてか。なら取り戻させて。見ればきっと分かってくれる。それにオーディンはまた現れるよ。トールもね。また好き勝手にノコノコやってきて家に穴を開けられるかもしれないよ。あいつらを止める方法は一つ。お願い、僕に任せて。父上、キュールってなんだっけ。お、ついに使うね、この武器。いいだろう、支度をしろ。この武器強かったんだよね、二刀流。こっから旅に行くんだな。装備、防具と装備は生存に関わる。防御や敵に与えるダメージに影響する。筋力などのステータスを向上させる。冒険に繰り出す前に装備を整えよう。はいはい、装備画面ですね。まるで防具を表示する。あ、ちゃんと見た目にも反映されるんだね。筋力、防御力。え、筋力特化なのか。こっちが筋力特化でしょ、やっぱ。なんかすごいいかつい装備とかできそうだな。準備はいいか。行け。
釣りは取っとけ、この下道が。こっから旅ですね。